あれ？なんだこれ？関西学院大学。ちょ、でんが。関学からなんか手紙来てんけど。関学？うん。暗算？暗算するやつ。暗算するやつ。花尾伝願様。令和2年12月の呼び名木匠さんとの暗算対決では、本学神戸三田キャンパスにお越しいただき、本当にありがとうございました。あれから1年半経ちますが、動画の再生回数が今も伸び続けており、大変嬉しく思っております。暗算対決の折は、KSC の再編によって、理系4学部が本学に誕生する直前のタイミングでした。新しい理系学部は、現在2期生を迎え、文理横断のユニークな学びが行われております。ところでお二人は、本学が文系理系合わせて14学部を有する総合大学であることをご存知でしょうか？文系でも理系に負けない面白い学びが広がっております。おそらくご存知ないのではと推察いたします。舐められてる。なぜなら、お二人の動画は理系に関する内容が多く、お話の合間に出てくるワードも大丈夫、桐生さんだから、レッツ、インテグラルなど、理系用語を多用されておられるからです。偏見やろ、これ。現在、世界が求めているのは、理系人材や文系人材ではなく、なるほど。理系文系にまたがった文理横断の素質を持った人材です。なるほどね。本学の西宮上ヶ原キャンパスは、文系学部で構成されておりますが、文系学部の学生が理系の素養も身につけていることは、極めて重要と考えております。おー、これは同意ですね。同意ですね、それは。その重要性を理系のお二人にもご理解いただこうと、お仲間である野柳さんを西宮上ヶ原キャンパスへお招きしたところ、突然連絡を取ることができなくなりました。どういうこと失踪した野柳。野柳失踪したってこと？単純に既読無視されてるだけです。そこでお二人にお願いがございます。キャンパス内に残された謎を解き、ノエリンさんを見つけ出してください。あいつが謎を残していった。そう、だから多分、ダイイングメッセージみたいなのをなぜかノエリン側が残していったってこと。めちゃくちゃだるいことする。はいはいはい。なお、ノエリンさんからのメッセージが見つかりましたので、そちらも合わせてご一読ください。それでは、西宮上ヶ原キャンパスでお待ちしております。関西学院大学学長、村田修。ノエリンのメッセージって何かちょっと聞くわ。あ、これや。何を追ってんねん、お前。何を追ってんねん、お前。この動画を見ているということは、今私はその場にいないということですね。花尾さん、伝願さん、私2人と一緒にやってきてもう5年目になるんですけど、2人って、まあ、いつまでたってもインテグラルだの、円周率だの、おっぱい関数だの、なんか理系のことばっかり話して私を置いてけぼりにしてますよね。めっちゃ怒ってるやん。私を輪に入れてくれるんですか。こうやっていつまで経っても文系の私を仲間外れにするから二人はそんなんなんですよ。文系の心をまるで分かってない。これはね、本当に由々しき事態です。最近のようになってなかったけど、そんなん思ってない。今ちょっとどこにいるかわからないんですけど、私を先に見つけてくれた方が文系の心を分かっているということで、私も心を開きたいと思います。クソ回りくどいや。ツイッターの名前を文系のことが分かっていない理系にしてもらいます。1年でもいいですけど、ここはもう私がすごい優しいので1ヶ月にシャーナシしてあげます。ということで、早く私を文系の心を見つけてください。おお、なるほどね。壮大より壮大な企画用意してくれたな。なんかノエリンがだから、あの壮大な家でしたね。というわけで、はい、関西学院大学に、関西学院大学、関西学院大学に行きたいと思います。レッツインテグラル。これが多分ノエリンね、気が触る、あの気が触る。いや、めちゃめちゃ暑いですね。暑いです。感覚すごい。あの半大にはないこの広大さがあるんやけど。いや、それな。てかマジで、あの建物沖縄すぎて南国来た感ある。うん、逆にあの来させてくれてありがとうございますって感じ。ありがとうございますけど、なんか俺と花輪だけやったらなんかあれやから、ノエリンちゃんと取り戻すためにスンとルンと一応連れてきました。ウィーす。一応ありがとうございます。先見つけた方がとか言ってたから。確かに俺ら多分チーム分かれてんねん多分。え、だからあの、え、あれ来たけど何これ、何も始まらへんねん。でも僕ら結構長いですよ、これ雑談。おー、何これ何これ。
なんか書いてる、なんか書いてる。第1問目は中央行動へ。いいね。まあでもなんか中央行動探しに行くか。はい、あの俺のテレパシーの予想はあっち、あっちやな。うわ、すごっ、すげえ、すごっ。こんな、ちょっと早くもなんかラスボスの祭壇みたいな感じ。いや、いいっす。いや、すごっ。うわー、気持ちいい。すごっ。こういうの楽しいっすわ。楽しいやん。うわー、なんか痛い。え、何か入れます。これ2人で、あ、なるほど、2枚ある、2枚ある。あ、お前、2枚ある。はい、というわけで、ね、謎が見つかったんでちょっと解いていきます。いやー、まず常に先を見通すこと、これまず大事。絶対になるんですね。この場所をよく覚えておくこと。この場所も多分あのこの場所じゃないね。そう、多分中央行動っていう意味の可能性もありますし、この建物の配置じゃないですけど、なんかパイプオルガンの場所。あ、このだからこの座席表がちょっと座標みたいな感じ。そういう可能性も。またスマートフォンを用いていい。問い1、はい、はい、もうまあ早速ね、わけわかんないですね。一般的に2軍の歩兵金の差の検定を指す検定。これ日本語化したら何なの、これ。ちょっと順1番よろしく。まあ、知らなそう。順位を用いたノンパラメトリック検定の一つで、対応のない3つ以上のグループ間の差の有無を調べたいときに用いられる。は、じゃあ俺2番とりあえず調べます。レンガの運動チーム、常に先を見通すこと、この場所をよく覚えておくこと、一般的に2軍の歩兵金の差の検定を指す検定。めっちゃ文系の問題やん。歩兵金の差の検定いろいろあるけど、3つの種類があってどれも T 検定ってつきますね。なるほどね。だから一番 T だ、 T っていうのは何か、何か建物であの番号振られてるんですか、アルファベットみたいな。 GGHII までしかないで、 I までしかない。なるほど。歩兵金の差の検定はいろいろありますが、このここでは代表的な3つの検定方法と言います。対応のある T 検定、T 検定、ウェルチ T 検定。T 検定が答えっぽいというか。1の建物と2の建物の間へ行け。でも間ってことは多分近しいこことここの間みたいな、そういうこと。まあ、そうですね。今どこだ。今中央、あ、35か今。中央講義どうでしたっけ？ん？あ、中央講堂。マジでやべえな。分かってたけど。マジでやべえっすよこれ。やばい、俺らちょっと文系の心分かりたい。やばい、ノエリ見つけたい。え、でも T 検定じゃない？ T 検定ですよね。 T 検定は合ってるんじゃない？多分これどこ調べても T 検定って出てくるで。ノンパラメトリックな方法としてはマンホイットニーの U 検定みたいな。 T と U じゃないですか。あ、なるほどね。 T ってさ A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、B、Q、R、S、T で15番目、20番目、はい、どっちか分からなかった。15番目かな。何のために指を A、B、C、D、E、F、G、20。あ、20だから20のとこ行けばいいんじゃん。行ってみようぜ、1回。なんか1回ちょっと動きますか。社会学部今、分かったのは問1が多分 T 検定なんですよ、はい、で問2が何やっけ、 U 検定。 U 検定で、T と U っていうのをここで当てはめると、 T はアルファベットで20番目、 U はアルファベットで21番目なんで、20と21番目の間に行くってことは、この地図によると22番、はい、社会学部、昭和言語センター、はい、に行けばいいんじゃないのかという、はい、それが今の僕たちの読みです。え、T 検定じゃないんですかね、これ。 T… T 号館って頭文字とかってこと。あ、H 検定統計で調べたらあるわ。ほら、クラスカリウォルシュ検定のこと、 H テストって言うわ。ってことは、花尾さんの方が H ですか、じゃあ20 E 検定、あ、E 検定、あ、でもこれかも。間取れるってなると、これか、これぐらいしかない。もうこれ動いた方が早いですね。うん、とりあえず21いくか。そうですね、謎を解いてあげたいんですけど。これ今な、22のところにいるはず。ここや、ここね。ここや、ここね。ここ、この通りや。ここだと思います。一回次の問題してみよう。はい。問い位置が上で、紫の花の先端が花であるビーグル。何言ってんの？ビーグルの耳の均衡点に、その後耳の原点へ行き。ビーグルって何ですか？ビーグルってあの 犬じゃない、ビーグルって。そもそもここが合ってるかどうかの答えを教えてくれんかったから、あのそれを分からんので、とりあえず合ってると思って進めよう。次の問題見てみる。はい、はい、次ね、先を見通すことって書いてるから。そうです。だから次の問題見てみる。21、社会学部。まあ、ちょっとルント強そうやな。まあそうですね。ベンガンは多分これ絶対分かんないですね、これ。マジで。ベンガンは多分分からへん。頼むですん、これ。いや、そうですね。知識面だったらちょっとカバーは最初に。知識。いや、でも僕は知識面でやった結果、T 検定に分かったんですよ、答えは。ないんすよね。形が T だったら、ワンチャン、この5、これ。
形 T っぽいじゃないですか。5つ前のイノシシに作られた建物。イノシシっていうのは、ね、ヒトラーとかの十二支の5つ前、今トラですよね、うん、でその前にイノシシだった時とっていうのは遡って、ね、え牛トラやから5つ前のイノシシっていうのは1971年ですよ。あ、そういうことね。ドンピシャあるんですけど、1971年、グリーンクラブホール。そうですね、グリークラブホール。ここ1971年できてるよ。一旦18番いきますか。行っていいんかな。あ、ちょっと遠いな。一回行ってみるか。入っていいんかな、もうこれ。これ間違ってた時にちょっとなんか変な空気になりそうで怖いな。でも授業中だったら普通にあのなんかサイリーの生徒みたいな感じで行けないですよ。すいません、ちょっと遅れましたね。間に行けって言われてもさ、その先分かるんかな。おい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 張り紙してるんです。あるとしたらこの辺に何度買ってくれてんじゃん。重要なお知らせ。違うじゃん。マジで。これちなみに問さんから解け説ね。そうですよね。常に先を見通すことやから問さんから解け説は。問さん実は一番わかりやすかった。外側には多分ないと思うからこれやっぱどっかで曲がるからよかったかな。でもマジでいいとこやな。あいつら何を見つけたんや一体。もしかしたらあのあいつらが先着が来たらもはやあのそこで謎があの消えるっていう。クソゲーすぎますね。あった。グリークラブ。すごいなほんま。広すぎるわ。感覚。涼しい。なんかハモる4連続しとる。ピッチ、トーン、ボリュームバランス、タイミングやから覚えとけよ。これはちょっと品質テーマになりそう。これから。ここ来ても現状プラスの情報いられんかったな。分かりやすいそういうのがあるかと思ったらなんか感覚のさ、この施設がさリーグの形になってるみたいなことってないんかな。ちなみと感覚のグリークラブ1899年で日本最古の男性が勝利しました。時を同じくして義和団事件。スンさん、携帯をご覧ください。なんかヒントが来てますけどね。え？ヒントマジでヒントいただけるんですか。あー、建物の形だ。 T ってこれですよ。あ、そうよかったのか、それで。なんか H の間の建物や。 U U じゃなかったやん。これじゃないですか。それやな。うわ、マジか。よっしゃ、ひらめいた。いや、僕、T 形っていうのちょっとちらっと言ったんですけど。そっか、H 検定ってほぼ確定でしたもんね。いや、確定やった。だったら T と H のものを探すべきだわって気でした。なるほど。うわ、なんかずっとそっちの角度から言ってたから T って気づかなかったですね。いや、マジで楽しいぞ。屋台みたいなんだよ、屋台。すごくない？ちょっと、なんにこの。もう学祭だよ、すでにもう。不安性学院大学マジでめちゃくちゃおもろそう。いや本当になんかみんながやっぱ輝いて見えるわマジで。てか単純にチェックシャツいないっす。いやそれな。どうした。あの柴犬さんみたいな人がいないっす。で日傘率なんと 50%。 ありえない。多分この辺やで。 J J って書いてある。あ J ってこと。そういうこと。これかってなると問い一が目 で紫の花の先端が花であるビーグル。ビーグルの耳の近郊線に行く。その上一旦涼しいとか言いません。はい。調べたら犬の犬種ってあった。あー、はい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 。犬に見える。あ、これが見える。確かに。なんかここが鼻で、なんかまあ耳はここアラウンドヒアですね。まあアラウンドヒアやな。近郊線意味、まあ需要と供給が一致する点。あ、いいじゃん、いい。
あ、いいだな、これ。じゃあ、一旦、13。とりあえず、13。なかなか長いぞ、これ。原点って中央やから、中央芝生まではない、これ。あ、そういう？ワンチャン、これ中央芝生のここまであるで。あー。これちょっと近郊っぽくない？そうですね、確かに。これしかも耳、垂れ耳を取れる。あー、なるほど、なるほど。とりあえず13行くけど、ワンチャン中央芝生もちょっと視野に入れて。確かに。あの J は意味ある。J やるってことや。これ詰め込んで。あの J は意味あるってことや。需要量と供給量が一致すると。まあ、それは確かにわかる。これ？あ、そう。あ、なんかでもそれっぽいですよね、このペケポンは。仮にこれがその需要供給曲線っぽいとしても、ビーグルの耳の均衡点かどうかわからんくない？そうですね。一旦行ってみよう。もう分からんけど、動きながら、動いて考えない。止まってたの。あの、俺的にあそこの可能性もワンチャンある。そうそう、一旦見とくか。一旦見とくか。これ需要と曲線グラフ、説あるで、これでも。かなり濃い気がします。このクロスね。あ、今これ、これ供給曲線かな、これ。まあ、直線なんですよね、これ。まあ、なんかあれだな。え？なんかありますよ。え、あれ？なんかありますよ。だってあれついてなかったもん、絶対。あの髪の感じがね、あれ絶対ついてなかったもん、あれめちゃめちゃ、ほら、白いテープで貼られてるもん。さすがでしたね。絶対これやん。来ました、これ。このカーテン、安い感じの、明らかに感覚には似つかわしくない、このポールで。ちなみに僕らが今、均衡点を発見したんですよね。均衡点を握り、ってことは、原点に関してじゃないですか。でもしかしたらあれが原点なんかもしれない。まあ、あれはまあ、あれ点 P やけどな、あれ。それで言うとあれ。じゃあ、もあいつが原点な。もう一個ありますよ。ほんまや。もう一個あるやん、なんか。ってなると、じゃあこっちが均衡じゃないですか。で、あっちが原点じゃないですか。いや、絶対、あ、でもこれ何に引く、はいはい、だからマイナス。まあ、わかんないです。希望の形だけ写真撮っといたんで、覚えてみましょう。オッケー、じゃあこれで一旦できたんちゃう。もしかしてですけど、うん、このキャンパス全体がビーグル。どう見た今。これが目で、うん、ここが鼻で、こういう顔で、ここが耳で。ああ、横から見てるってこと。横顔、ビーグルの横顔かもしれない。じゃあここ行けってことじゃない。ちょっと待って、これえ、キャンパスの中に川が流れてるんですか。まあ、こん中にいるんちゃう、ノエリン。ノエリン、ノエリンさんいますか。ノエリン大丈夫ですか。そんなやってる場合ちゃうねん。そんなやってる場合ちゃうねん。おーい、まだですか。やっと問いさんです。でもちなみに、でもこの J が全く使ってないけど、どうなんやろな。いや、まあ、もしかしたら後に使うんじゃないですか。価格、数量ともに均衡点より高くなるところで、問い2の犬から、あ、ビーグルから56番を除く。うん、ちょっとこれでも、涼しいところで考えようか、これ。そうですね、ちょっと。均衡点に来たので、こっからあっちをその数量の軸だとして、こっちを価格だとすると、原点はあそこなんですよ。あれはなんか落ちてるけど、これは関係ない。これ絶対意味あるやん、これ。J の、はい、J の何かよ、多分。あ、そこにもある。あそこにもある。J の位置、 J の位置ってことや。 J ってないで、絶妙に。 J-1 だから I なんじゃない。天才かよ、天才やん。J-1 で I と捉えるお前のそのセンス。一回行ってみる、まあ、一旦それで行ってみよう。成り立ちそうでしたけどね。行ってみよう。ここがまずこの場所なんですよ。5つ前のイノシシが、まあ、どうせ江戸って思って調べたら、うん、大体2019年だったんですよ。あ、なんかこれ建物的になんか2019年だったんじゃないですか。めちゃめちゃ今推理がもう早口で行われてるよ。2019はイノシシ。じゃあ全然、じゃあ全然ちゃうやん。あれ、なんでだ。5つ前のイノシシに作られたってどういうことだ。2019年の5年前ってことか。なんでそんなややこしいことします。いや、でもそういうことじゃ。でも絶対2010、そうやって2010なるやん。なりますね。じゃあ一旦ここってことにしよう。そうですね。56番っていう、まあ、わかんないですけど、まあ元素とかかもしれない。元素だったら、バリウムだな、56番って。ビーグルってアルファベットに直すとかある。おお、なるほど。なるほど。そういうこと。いい着眼点ですね。どうせ B も A も入ってますよ。さすがです。覗くと E と G と L と E。
イーグルや、イーグル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 じゃないか。過去の4番を前に移動ってことは、過去の4番を並べ替えるんですか。 G か、 G を前に移動させる。ギア、ギアグ、ギアグル、ゲグルみたいな感じになっちゃうな。これはここで、このノッカーに黒い箱があるってことなんじゃない。黒い箱どっかにあるんじゃね。そうですね、一旦探しつつ考えてみますか。ちょっと時間もあれなんで。あるぞ、およよ、なんだこれ。いかにも何も言ってしまいました。キーでした。あ、違いました。文学部が2000、あ、文学部新刊ってある。あ、これや、文学部新刊。絶対でもこれ、じゃあ行ってみろ、行った。そうですね、ほら、2014年、来ました、文学部新刊です。いやー、早とちったな。文藤の予想によると J-1 で I だと思う、H-I-J の、なるほどっていう読みを入れてるんですけど、僕はあの一旦わからんからついていってるって感じです。なるほど。ちなみにさ、その J の位置ってさ、行く場所なんかっていう問題って一回立ち返った方がいい可能性はない。だって J の位置に行けって言われてないやん、俺は。どこかで J の位置というキーワードを使うはずない。ちなみに愛好家がどこに行けばいいんだ。空いてませんでした。違うってことか。これ違うってことよ。これエグいな。我々瞑想してますね、これは。まだ来ないのかな。ずっと待ってるんだけどな。遅いな。一回さ、最初の部屋戻ってみる。最初の部屋絶対。分からんけど、分からんけど。絶対それがいいかもしれないです。最初の部屋戻ってみる。楽しかった。楽しかった。この辺に黒い箱がね。くれてもいいんですけどね。何この日本庭園。12、ちょっとちょっと日陰行きますか。日陰行こう。確かに J の、あ、分かった。何すか。これあれちゃう、ワンチャン座席表みたいなやつ。ああ、あの、え、でも止まったらあの行動がっぽいですけどね。行動の J の位置みたいな座席、 J の位置説。一旦行ってみますか。詰まってるんでね、現状。ちょっと行ってみますか。そうですね、これ確かに俺も思っとってたから、56番がバリウムやったら4番も確そう、ありますそうじゃない。あ、うわ、いるなぁ。俺なんかおる。てってるりり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 お前らどう。いや、でも待ってろって。え、だって言いません。あ、待って待って。ちょっと、これじゃん、 J の位置って、ここの数字、これの J の位置のとこ行ってたんじゃん、あいつら今。ああ、ちょっとだけ先越されたんだよ、この岡本。さっきなんか封筒が入ってるんですけど、これなんか関係ないですか。ほら、封筒あります。これ多分あかんやつですかね。え、ちょっと なんでこれロジックがいい説明できたらいいんじゃない。でもこれロジック通らないことには僕も先進みたくないので。そうやね、まあ、ここに何かがあるということは J の17になるということなんです。そうです、ね、最終的にそんなことが分かってしまった。え、これ今のすごくない。こいつすごくない。こいつすごくない。普通に探偵業を発揮してしまった。すごいな、よくこんな欠席なところから。だってなんか明らかになんか触ったら封筒はっついてたから、へばりついてるのは明らかにおかしい。すごいな、お前よく見つけたな。次の黒い箱に多分7って入ってるんやわ。じゃあ多分そういうことやわ。もう分かってしまった。そういうことやわ、多分そういうことや。証明問題みたいですね。そういうことです、証明問題。だからそういうことや。次のとこに7って書いたんや、多分。5つ前のイノシシってもしかして60。あ、確かに干支の
確かに。なるほど、ご周期前ってこと。1971年。お、グリークラブホール。グリークラブホール。これだ。めっちゃ高い。うわ、ここだ。絶対そこだ。こんなとこある？黒い箱の中にナナを見つけるまでは我々はあの封筒を取るわけにはいかないんですよ。やっぱりそうそうそう。プロ意識で。それは。やば。なんかあいつらおるで。謎は解けた。いや、完璧ですね。あっちだ。解けたかもしれんな。ああ。これもこれじゃなかったらほんま俺も自害。待って、グリークラブって G と L と E 入ってそう。これだってグリーじゃないですか。GLE じゃないこれ。絶対に、うん。そう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 。だからもう多分この前半の謎は多分すべて解けたと思っていいんじゃないですか。解けた。解けた。知らんけど。多分解けたんじゃないかな。知らんけど解けた。これ間違ってないと思うんだよな。なかったらもう。なかったら。ちょっと裁判ものですよこれ。そうですね。法廷で会いましょう。グリークラブホールに黒い箱置いてあったんかな。多分1971年に作られたところはグリークラブ。もう一回見に行きますか。遠い。ワンちゃん分かった。お前が行ってきて、俺あの帰ってきて J の17取られたやったら俺あのディフェンスするってディフェンスするっていう考え方あるよ。グリークラブハウス。あ、これや。これです。最終の地。グリークラブハウス。いいですね。いや絶対ここやんな。さすがにここじゃなかったら。おっ。ああ、なるほどね。まあ黒いですよね。こいつ白い箱。尻尾が見えてるぞてめえ。せーの、パカリ。7。なんだ。なんだって。なんだって。ペアね。ペア。ちょっとあのメッセージを残しとこう。あれですよね。あのロザーで借りましょう。あのここに。我ここに誰に。そうそうそう。行動へ導く。 J の17ですか、もしかして。完全的に敵番号っぽいですよね。あ、そっか、 J の、あ、そっか、なるほど、絶対そうや。なんかずっとそっちの角度から見てたから T って気づかなかったですね。うわー、これを乗ったね。こちらにあるだろ。これを J の17。やばい、あいつは。これやっぱあいつ。俺それ予想はってた。絶対ねね。いやー、やっぱスタバ美味しかったっすね。やっぱスタバやな、ヒントは。そうですね、やっぱスタバ行ってきたんですよ、僕ら。いやでもやっぱセブリやな、ヒントは。あー、ヒントセブリやったな。フラペチーノやったな。フラペチーノ。もう近いはず。スンが走ってるなんて、なんて珍しいんだ。スンが走ってるぞ、自ら。すげえ、スンの歩みが止まらない。すげえ、こいつ。これもないと思うんだ。結局だ、なんだよ。あー、でも黒い箱ってこの鍵盤とかね。ほんまに。ハロトツーさあ、J17 いただきましょう。これだ。お、なんか音。うわ、マジかよ。ついに来ちまったぜ。これはいい隠し方しますわ。じゃあ行きますか。そうっすね。開けます。よくぞここまでたどり着いてくれました。我々からの謎解きは以上です。ここまで挑戦状を解いてくださったお二人なら、最初の手紙にも書いた理系の素養の重要性をご理解いただけたのではないでしょうか。ノエリンさんは2号館3階の法廷にいますよ。法廷。2号館ってどこだ。これはでも敗北です。多分さっき7を見られました。これで J の17多分さっき取られてますね。これは敗北やな。まあでも書かれとった内容さっき知っとうから、うん、直接っていう手もあるよな。言ってもありますか。でもどこか見てないで俺ちゃんと。いや、あの模擬法廷って書いてます。模擬法廷じゃん。俺たちは模擬法廷。2号館3階の法廷にいます。いやー、耐えたなー。手の手はうめえな。
わ、あいつら戻ってきたで。めちゃくちゃ、なんかめちゃくちゃあれやな、シビアでした、シビア、ちょっとめちゃめちゃ激戦やったやな、これなんで法廷があるの、なんで大根それな怖くない、どういう事件が起きているんだあ、でもこれ敗北ですね。あ、分かった、すみません、すみません。これでいいや。やばい。あ、感じもちょっとの差で負けたやろな、これ。やばい。やばい。いや違う、彼らがする。なんかよし、上ボボンするわ。きっそ、きっそ、きっそ。よし、よし。マジでやりやがった、あいつら。くそ、文明の時期に背負ってしまったがために。この壮大な2時間3時間の謎解きで、マジで5秒の差みたいなことある、こっちの差じゃない、でも俺の方が早かったでしょ、5秒だけ文系の心分かってるんじゃないのでも俺は先に謎を解いたんだ、いや、これはもうここ法廷やから1個だけ謝らないといけないことがね、さっきエレベーター2階で、2階で上を押しました、いや、こいつらを一瞬足止めてるのか、僕でもそれしますから、念願さんとルンとよく見つけてくれました、やったじゃあノエ帰るね、はい、そのセリフ言っていいの、我々チームだけやけどはい、ということで今まで、我々花尾伝願謎解きやってきたんですけども、いかがでしたか、花尾さん。いやもう広大なね、はい、この関西学院大学の土地でもう広々とね、遊べたこと非常に楽しかったです、はい、ということでね、はい、もう今花尾も言いましたけども、関西学院大学さんとの、今日はコラボでこの企画が実現いたしました、これ関西じゃなくて関西学院大学ね、そうですね、これ非常に覚えてください、略して関学とよく言われてますけども、関西学院大学さんとのもコラボになるんですけども、はい、この関西学院大学さんはですね、この理系文系足してですね、合わせて14学部を有する非常に総合大学でありましてですね、こちらの西宮上ヶ原キャンパスにはですね、文系8学部が、あるということで、ですね、今日の問題たちもね、文系の問題が多かったと思いますけども、文系も頑張るぞということで、でこれ日本一美しいキャンパスって言われてるらしいですから、いやこれはほんまに綺麗、はい、マジで、はい、だから南国に来た気分やからね、これはほんまにねテンション上がりました、マジで木がもうね、あの等差数列のように並んでる、まあ等差数列見えますけどね、私の場合は1、4、7、10みたいな感じで見えますけども、普通の大学じゃなくてもこの景観も楽しめる大学ということで、またですね、関学の商学部、経済学部、総合政策学部ではですね、はい、データサイエンスを取り入れた特徴的なねカリキュラムが、ありまして、はいはい、はい、まあ、こちらはですね、分理関係なく、まあ、必要な知識を身につけられるので、まあ、とてもねおすすめな学部になっております、今言われた山岳部だけじゃなくてですね、法学部というのもありますから、法学部というのはですね、まあ、法律学科と政治学科の2つの学科がありましてですね、こちらにはロースクールというのも常備されていますので、気になる方は受験してみてはいかがでしょうかと、というわけでもう関学、まあ、関西学院大学ね、
まあ、文理ともにめちゃめちゃねいい大学だと思いますので、はい、もうぜひね、皆さん高校生の皆さん、受験をね検討してみてください。はい、それでは今日の動画これでおしまいです。ありがとうございました。ありがとうございました。